ラフィーク・バハー・ティーン・アール・ハリーは、レバノンの実業家、政治家。レバノンの首相を3度にわたって務めたが、最後の首相退任の後に暗殺された。サード・ハリーリー第65代首相は次男。ハリーリーはスンナ派に属するムスリムの子として、サイダで生まれた。首都ベルートの大学で学んだ後、レバノンを出国して、サウジアラビアに移り、教師として働いた後、 当地の土木建設会社で働いた。その後1971年に自ら建築会社、シコネストを設立、実業家として活動を始める。会社は原油価格上昇の影響で空前の建築景気に湧いた1970年代のサウジアラビアで急速に成長し、数年でハリー・リーはサウジアラビア建築業界の有力者となった。 1978年にはサウジオジ社を設立事業をアラブ諸国屈指の国際的建設会社に成長させた。1980年代にはフォーブスの富豪ランキング100位以内に入る世界有数の資産家になっていた。サウジで実業家として成功したハリーリーはサウジ政府との関係を強めたとされる一方、レバノン内戦で荒廃した母国の復興事業にも 携わった。1979年には、ハリーリー基金を設立し、レバノン出身で国内の他イギリス、フランス、アメリカなどに学ぶ多くの学生に、奨学金を支給する事業を始めた。1982年には、オジェレバノン社を設立し、内戦で荒廃した、ベールート、サイダーなどの都市の復興事業を実施、病院などを建設し、 ハリー・リーの名を冠した学校を設立した。レバノン内戦が終結した1990年、ハリー・リーはレバノンへ帰国し、再永住して内戦後の国家再建に参加した。1992年から1998年、2000年から2004年まで二度に、渡ってスンナ派の政治家に割り当てられたポストである、首相職を務めた。 実業家として培った経験を生かして海外からの復興支援資金の獲得などに手腕を発揮した。一度目の首相在任中の1996年に行われた選挙では自らベールート選挙区から出馬最多得票で当選して国会議員となった。ハリー・リーは首相として宗派対立を克服してレバノン人の統一を訴え内戦復興に手腕を 発揮したことを評価されるが、復興事業に自らの建設会社があたり大きな利益を上げたことは批判の対象となることもある。また反対派は、ハリー・リーはサウジアラビアからの回し者であると非難しているが、彼がサウジアラビア王家のサウード家と密接な関係を築いており、サウジ国籍も取得していることは確かな事実である。2004年、 内戦終結以来レバノンに駐留を続けるシリア軍の撤退問題をめぐって、親、シリア色の強いエミール・ラフード大統領の任期を3年延長する憲法改正案がシリアからの圧力を受け議会で可決されたことを受けて起こった政局混乱の中で首相を辞任した。2005年2月14日、ベイルート市内を通行中のハリーリーを乗せた自動車列が数百キロの爆薬による 爆破テロ攻撃を受け、10人以上の同行者と共に暗殺された。シリア軍撤退問題では、ハリー・リーは即時撤退派に立ち、撤退を勧告する国連決議の実現に関わるなどして、親シリア派と対立していたとされており、暗殺にはシリアの関与を疑う観測もある。この事件は、 内戦終結以降のシリアによる占領支配に対するレバノン国民の不満を爆発させることとなり、次の革命と名付けられた全国規模の抗議活動に発展。最終的に政権までも反シリア派へと交代し、同年中にシリア軍は完全撤退した。2020年8月18日、ハリー・リーの暗殺事件を裁くため国連が設置したレバノン特別法廷は、 イスラム教師や派組織、ヒズボラの構成員一人に被告人不在のまま有罪判決を下した。同じくヒズボラの構成員の他の三被告については証拠不十分で無罪とした。12月11日、特別法廷はテロや殺人の罪で被告に終身刑5回の量刑を言い渡した。ありがとうございます。